出ました。もものコントロールで上がったところ、レビューで見てください。可能性ってのありますね。バランサー石津に変わりました。ハードワーカーの金森が入りました。さあ先に動いたのは福岡です。山岸ターンをしてパンマワンツー、山岸来たぞ、山岸のシュートだー。パンマ山岸ツートップで結果を出しました。アビスパ福岡、ホームの福岡先制です。少し時間が空いたかなと思うし、ここに対してのプレッシャーかかんなかったことと、このワンツーに対して最終的に誰もついていけなかったところで、少し浮きながらですけれども、これももでコントロールしながら少し難しい体勢になりましたけれども、山岸のやっぱこうシュートのうまさってところ、このシュートに対してのところ、その前にやっぱもらったここの段階でやっぱガンバの選手たちがついてこれなかった、簡単に前向かしてしまったってところが少しこの危ない場面を作らせてしまった失点につながったと思いますし、山岸もここでコントロールした後、わざとこれ多分ハーフバンドで打ってると思いますよね。はい、あれハーフバンドで打たないと多分少し上を越すようなシュートになってしまうと思うので、このピッチポジションも考えながらテクニカルなシュートだと思いますよね。細部まで色非常に素晴らしいなと思いますね。はい、先制はアビスパ福岡です。1対0、欲しかった欲しかった1点、福岡に生まれました。今 VR のチェック中、確認中です。さあこのワンツーでやっぱついてこれなかったですよね。ここのコントロール、ここが微妙に手に当たったかどうかってところを今少しチェックしていると思いますけども、ここのもものコントロールで今からのシーンです。ここから、はい、この後これが手に当たったかどうかっていうところだと思いますけども、いやどうでしょうね中根さん。ハンドですか。ハンド取りましたね。当たったということです。 VAR で今のもも、今ねジェスチャー出ました、もものコントロールで上がったところ、手に当たった、はい、ゴールは認められません。オンフィールドレビューもしなかったので、はっきり手に当たったってところが僕らの今の映像では少し分かりにくかったですけども、はい、分かるような映像があったのかもしれませんし、福岡の選手からするとマウンフィルデビューもしないでハンドってところはすごく残念なところあると思いますけども、そうですよね、ですので今主張としてはファンマと山岸は、いや一回ちょっと主審鬼レビューで見てくださいよと、ね、近い位置で目で見てほしいというのが主張、はい、そうですね、ただ主審としてはもう確かなものが得られたのでいかないよと、はい、いうことにはなるんですが、山岸としてはもちろん納得はいかないと思います。いやだと思いますよね、はい、ね、そのシーンでありますが、はい、うわー、クイックアップですけど、はい、いやさ、うわー難しい、触ってるといえば触ってるっていうか、もう触れてるぐらいですけどね、難しいですね、これね、はい、